こんばんは。こんばんは。モナチャンネルの時間がやってまいりました。それでは最初のニュースです。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。今週もリホとケバブでお届けいたします。選手はタズやのにな。そうやな、ほんまに合わないですけどね、そう、俺はでもちゃんと計画的にやってるんで、選手確か大振りやった気がしたんで、そう、選手大振りやった、そう、だからお届けにちょっと今週はしようかなと。変えるタイプですね。はい、各週でいこうかなと思ってた。あ、難しい。じゃあ来週頑張ります、ね、はい、来週だからもう送りになるのかな、もう動かなくなったそうで、合ってます、合ってます、そうで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、はい、まずは、先週のトピックス、はい、あ、今週から7月スタートということでですね、はい、まずは6月の6月末で終了いたしましたクラウドファンディングですね、はい、まずリリファンミ、はい、そして神尾く、はい、そして6月のズーム会のクラウドファンディングが終了いたしました。たくさんの応援本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからね、ものものグッズだったりとか、はい、ね、制作があったりとか、神尾くメンバーは今日チェキ取るのかな、そうですね、チェキ取るみたいな感じなので、はい、ぜひぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います、はい、あのコンビニ入金をされている方なんですけれども、はい、期限が、切れてしまうとそのままキャンセルになってしまいますので、はい、あの期限の方だけお気をつけいただけたらなというふうに思います、はい、あの神尾くもね、はい、あの最後もうちょっとで 300% やってて盛り上がってて、で300超えたんですけれどもね、はい、あのコンビニ入金の入金がありましたら、パスでじゃん戻ってしまいますので、ぜひあのお忘れなく、はい、はい、よろしくお願いいたします。そして、先週のトピックと申しますと、はい、はい、テッセイのそうですねワンマンライブが終了いたしました。あれ何曜日でしたっけ、土曜日、土曜日か、土曜日や、はい、めっちゃ素敵でしたね、うん、6月29日ね、そう、はい、まずなんか会場着いたらね、ファンの皆さんが、うん、あの横断幕っていうんですか、にあのサインとか見たから一言メッセージを集めて貼って、うん、それをねライブの途中で、うん、ですね、サプライズでっていう、なんかずっと愛にあふれてましたよねなんかすごい素敵な空間でした、いや、うん、新曲も良かったですね、めっちゃ良かったです、うん、ウェディングソングね、なんかね、お友達もそうなんか一生忘れへんやろな、この日みたいな、いや、そうね、確かにね、あともう一個が、あ、もうでもセトリが上がってたから言うのはいいのかな、新曲ね、レインっていう曲、うん、もうあのもう一回聴きたいなって思って、いや本当に、で、あの最後、テッセイがさ、うん、何やるって言ってみんなに、うん、あのアンコールの一番最後、はいはい、あの決めてないからみんなの意見で決めたいって言って、はいはいはい、言ってて、うんうん、俺めっちゃレインがもう一回聴きたかったね。なるほど。レインが聴きたくて、はいはいはい、でも絶対あの流れはみんなバースデーソングになるやろなと思って、2曲お願い、あ、待って、ウェディングソングになるやろなと思って、はいはいはい、で、2曲って言って、あ、その2曲その2曲を俺はイメージして、はいはいはい、ってたら、いや、それはミルクティーになるわなって思って。ミルクティーも推し曲ですもんね。推し曲で、しかも俺、ちょっと忘れ物をしちゃってて、会場に持っていくものを、はいはいはい、で、やばと思って、うんうん、まだでもそのあの間に合うわと思って、はいはいはい、わって出たタイミングがミルクティーの始まるタイミングだったの。なるほど。やば、俺聞きたかったけど、でももういいや、まあ、あの映像撮ってるかも映像で見ようと思ってて、はいはいはい、で、バーって行って帰ってきて、うん、でまあ、ミルクティーだったから結果ね、まあ、良かったんですけど、聞けてよかった、生で聞けたと思って。いやね、うん、やっぱりあのコメントのね、うん、いいですよね、本当にぴったりな素敵な素敵な時間でしたね。いや本当に、はい、本当にご来場いただいた皆様も本当にありがとうございました。またあのテッセイがちょっとインスタとか X にちらっと上がってたんですけど、うん、7月にもたくさんライブが決まってるようなの で、ね、またあのしっかり告知が出たらお伝えさせていただけたらと思います、はい、そして、クラウドファンディングは、はい、7月のあもうすぐだ、今週末の土曜日かな、はい、まで、実施しておりますので、また新曲のね、はい、あの CD リターンとかもご支援できますので、はい、ぜひ、チェックしてみていただけたらなというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは今週もフリージャーのライブ情報からお伝えさせていただきます。はい、まず、あさってですね、7月の5日金曜日がフリージャーの主催ライブとなっております。場所がファンジェイ・トゥワイスさん、はい。はい、そして7月の7日、七夕の日日曜日がファンジェイ・トゥワイスさん。そして7月の9日火曜日が江坂アミューズさん、はい、そして7月の12日金曜日が心斎橋クラッパーさん、はい、そして7月の15日、月曜日がミュージッククラブジェイナスさん、はい、そして7月の17日水曜日が大阪ルイドーさん、はい、そして7月の18日木曜日が心斎橋バロンさん、はい、7月の27日土曜日が心斎橋アニマさん、そして7月の30日火曜日が今池グローさん名古屋にフリージャー参ります、はい、そして6月
日から7月の10日、もうすぐですね、はい、1ヶ月間、アメ村三角公園前にあるリビアビジョンモニターに60秒間のフリージアの PR 動画が流れておりますので、はい、こちらもぜひぜひチェックしていただけたらと思います。はい、はい、そうですね、もうほんまに今週来週ぐらいまでしかね、うん、いないんですね。はい、ほんまやねでもそれ感慨深いななんか1ヶ月早いなと思って。いや本当に早いですね。始まりました。いやそうそう、7月入ったって言ったけど、確かにもう、ね、2024年半分終わりましたね。早いね。残り 50%。 どうですかこの前半1年間。前半戦、いやー僕はそうですね、うん、なんかでもあっという間やったな、うん、マジであっという間って、あっという間っていうのがプラスなのかマイナスなのかちょっと分かんないんですけどね、うんうん、なんか1月は、まあ、7月別の劇団で舞台に出て、はい、で2月はフィーラーバートンがあって、うんうん、で3月と4月がなんか大きな何かがなんかあったっていうのはあって、その舞台関係とかで言うとね。でまあ5月入ってからは上翼の準備から、で6月上翼というふうにあったんで、なんかふと思った時になんか何かがイベントがある時ってすごくバタバタしてて忙しかったりとかしてあるけど、やっぱり何かがある月の方が記憶にはすごく残ってますね。いや確かに間違いない。しかもなんかやっぱり何やろ、繰り返るってすごい大事やなって思いますよね。あそうだね。ついついなんか目の前のことにわーってなっちゃいがちだけど、一個一個ちゃんと丁寧に終わるところまで丁寧にっていうのはなんかすごい大事やなってこの半年間感じました。はい、うんうん、残り、下半期になるんですか。下半期ですかね。はい、はい、しっかりと振り返れるような、そうですね、毎日を過ごせたらいいですね。はい、はい、です。はい、あ間にすごくね告知の途中でしたね、ごめんなさい、すいません。はい、同じくモノアーティスト、はい、川森もかちゃんでございますね、はい。7月の21日日曜日にライブハウスアークさん、はい、ダンサーはマナ・アサコの出演が決定しております、はい、そして8月の12日月曜日がアニバーサリーワンマンライブということで、場所がナンバーゲートさん、うん、ダンサーはマナ・マイ・アサコ・アカネ全員、はい、出演決定しております。チケットがですね、 T プラス、そして今、はい、もかちゃん路上ライブも頑張っておりまして、ね、手売りチケットも販売お渡し、はい、させていただいておりますので、そちらもぜひチェックしていただけたらと思います。はい、はい、なんかいいですよね、やっぱりなんか、うん、そのみんなが頑張ってる姿とか、なんか少しずつ、私ももかちゃんと何年前だ、2人でよく路上ライブ行かせていただいてた時期があって。そうやったっけ。そうなんですよ、天王寺付近でよくさせてもらってたんですけどね、なんかその時からの景色とか、やっぱり1人回ってくれるだけでとか、なんか手振ってくれたりとか、なんかその一個一個がすごい嬉しくて、で逆に言うとずっと応援してくれてる方が駆けつけて一緒に盛り上げてくれて、配信の中でもなんかずっと自己紹介して盛り上げてくれてたりとかっていうのがあったんで、なんかそれがまた積み重なっていって、なんかお写真でもめっちゃたくさんの方が明日見てくださってたのを見て、なんかうわー、なんかライブがさらに楽しみやなって、うん、思いました。他もなんか多分台湾とかもね、多分出るケースことも多くなってくると思うんで、はい、楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。はい、そして同時にクラウドファンディングも実施しておりまして、ね、はい、リハ見学券とかもあって、うん、残り1名様。おお、そうなんや。はい、現場の方ですね。ね、直接ね、はい、リハ見学券は多分別のスタジオで多分場所はやることになると思うんですけれども、はい、何日だったっけな、8月の4日かな、はい、にこちら残り1名様となっておりましたので、はい、迷われてた方ぜひお早めにチェックしていただけたらと思います。はい、はい、そして同じく7月のイベントということで、7月の14日日曜日、はい、ひとみコレクションに西岡千尋、渡辺茜、石木座の3名が MC、はい、そしてラーメンモデルとして出演いたします。はい、そして原千里ちゃん、はい、悪いが今は青春中、こちら YouTube と TikTok に出演中でございますので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、はい、そして劇団モノのお知らせ、劇団モノ僕ですね、はい、はい、8月9日から18日、はい、言ってもう1ヶ月後ですね、はい、劇団モノ青木道博さんのね、はい、共同作品でのレイカイストレイキャッツ、こちら地獄1丁目1番地というね、はい、作品を上演させていただくことが決定しております。はい、場所は大阪市、大阪市立芸術創造館、はい、あります。大阪の旭区というところでね、少しね、交通の便で言うと、まあ、駅からもね15分ぐらいちょっと歩く、そして8月のね、一番暑い中なんですけれども、台本もね、はい、半分ぐらいかな今。そうですね、多分半分ぐらいはいただいてる実は状態でございまして、ね、今日もまだ全員ではないんですけれども、決まっているメンバーで顔合わせが実はこれからですよね。はい、
めちゃくちゃ楽しみです。なんか本当に今までにはないみんなを見てもらえるかなって思うし、なんかこのすごくエンタメらしいエンタメが詰まった作品になるのかなと思うので、夏の思い出作りに、はい、一緒に過ごせたらなと思います。衣装の方もね、そうなんです、ガガガッと決まっていて、めっちゃいいですよマジであの個性豊かな衣装からも伝わるね、うん、なんかものがあったりとかするので、青木さんはね、和洋折衷っていうね、はいはいはい、言ってましたね、うんうん、イメージで言うと。あ、そうなんです、キャラクターによっては、うん、なんかそんなものがあったりとか、はい、なんか見れば見るほどなんか可愛く思えてくるような衣装があったりとかするので、うん、ちょっと皆さんの推しがどんな衣装を着るのかもぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います、はい。近日、はい、チケットだったりとか、ね、はい、ホームページが公開されたりとか、はい、きっと怒涛にあの、はい、情報が開始していくと思うので、はい、ぜひ楽しみにしていてください、ね、来週のモナチャンネルでは、ね、いろんな告知ができると思いますので、そうですね、確かに、はい、ぜひ、楽しみにお待ちいただけたらなというふうに思います、はいはい。それで、あ、そうか、で、11月22日から24日、舞台ロミオ&ジュリエット第4期になるのかな、次が第4期ですね、まあ、東京公演があったので公演自体は5回目の公演になるんですけれども、はい、第4期ロミオ&ジュリエットということでね、はい、いやオーディションの実は日程も決まりましたし、ね、決まりましたよ皆さん、はいはい、ちょっとまた外部の方にも、告知がちょっとまたあれなんですけれども、はい、まあ、外部オーディション等も行って、でも僕ね、知り合いでね、何人かこの舞台やってみたいんですけどっていう知り合いがいて声かけてるんですよ、はい、なんかあの全然今は活動してないんですけど、昔やっててまたなんかチャレンジしたいなと思ってますみたいなこと、ね、あのオーディションの最前に立つのにバリバリ今やってますっていう方なんですけれども、はいはいはい、意外とモナってもともとスタートで何かチャレンジしようと思ってるけど、でもちょっと自分は違うかなっていうふうに思った子たちが、一つきっかけでさ、あのモデルっていう道を、まあ、最初のスタートはさ目指すっていうことになったんで、はいはい、でもやっぱりそういう人たちにどん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 声を受けていって、でお芝居はね、みんなゼロからね、うん、チャレンジした子だから別にゼロからでもできるっていうところをね、やっぱりこのモナの魅力なのかなっていうふうにも思っておりますので、はい、楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。新しいね、顔を見れるかもしれないです。ちょっとこれはあのオーディションを開催してみないとわからないことなので、そうですね、本当にそうですね、はい。しかもなんか劇団モナのロミジュリはなんか振り返れば、うん、その1期があって、うん、2期でジュリエットの妹ジャネットができて、あ、うん、で、まあ、3期があって東京ロミジュリで、また少し違う、うん、あの角度の物語になったりとか、すごく変化と進化を、で繋いできた作品があるので、うん、なんかまた次はどんな進化変化が見れるのかとか、多分キャストの方が変わるだけですごくまた色も変わってくると思うので、こちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います、はい、今まで通りあの、はい、アクションのチームも、またもぜひお願いしますっていうことで、ここへあのお返事いただいたので、はい、とかも決まってるということですね。そうですね、はい、いや楽しみ。舞台美術も、うん、いつものいつもでは遠藤光吾さんからぜひということでお声、はい、あのお返事いただいてますので、めちゃくちゃ、はい、ありがとうございます。で話してるのが、はい、ちょっとかあもういけるのかな、まだかな、あまだかもしれないので、ちょっと会場面は伏せさせていただきますけれども、分かりました。ちょっとイメージしてるのは、うん、もうロビーからできたら作り込みたいなというふうに思っておりまして、はい、もうロビー入った瞬間から、あのロミジュリの世界になれるように、うん、で、これはキングコングの、ね、西野さんが、うん、あのこれあのなんですかね、別にあの皆さんに、なんかこう悪い意味じゃなくて、はい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 、やっぱりグッズが売れるのってロビーの滞在時間と比例するんですよね。ロビーに滞在する時間が短かったらやっぱりグッズの販売量落ちるっていうことなので、どうやってこうみんながロビーで楽しい時間を過ごせるかっていうところまでなんかこうプロデュースできるように考えたいなっていうふうに思っております、ね。でもこれ会長さんからの許可がおりんからできるのか、でも確かにこっちはイメージしてて理想ですね、そうですね、もしかしたら会長さんがあ、すいません、ちょっとロビーはそういうのちょっと NG なんでって言われたらもうチーンって感じなんですけどでもなんか確かに何やろ、うん、そのあとそれこそお昼の声見てくれて 夕方の声も見てくださる方とかに、うん、なんかその合間時間もロミジュリの世界に浸って、確かになんか楽しんでもらえたらいいですよね。お前ね、だからロビーまでの会場はもう早めにしておいて、うんうん、でもそれはいいかもしれないですね。確かにね、うん、なんかでもロミジュリやったらどんな空間がいいんやろ。いやでもなんかちょっと今までのスチームパンクそのまま行くのか、なんかちょっと逆にちょっと雰囲気変えてサイケデリックな感じで行くのかとか、でもあんまりね、いろいろ調べたんですよ、その一番最初の時に近未来のなんか衣装とかにするとちょっとやっぱり世界観を作り込むのが難しいなっていう感じがすごく最初はあって、サイバーな感じっていうのが衣装とか結構難しい、はい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 、未来の話なんでね、2320年、うん、そうですね、はい、なんかでもね、あの時代はこう繰り返すっていうじゃないですか、はい、なんかこうあとアクションが難しくなるのかな、サイバー
なんかね、ああ、そっか、確かに。ね、そのまあ、まあ、あの話も時代が繰り返すっていうことで、うん、なんかこう逆にこの温故知新で昔良かったものが新しいとしてこう復活するっていうことも全然あり得るのかなっていうのも思いながら、ね、あのすごい最初の世界観作りはすごくこう迷ったりとか、うん、チェンジをチンたりとかしながら考えたんですけれども、うん、あのなんだっけ、今あの TikTok とかでも昔の昭和の歌とかが結構今の若い子たちが結構歌ってたりとかしてるから、はいはいはい、なんかこういいものは生き残り続けるんだなっていうのはすごく思いましたね。なんかこの期間にも本当にいろんなところでロミオ&ジュリエットってやっぱり引き継がれてる作品だったりしますよね。確かになんかこんなに至るところでロミオ&ジュリエットしてたんだって思うぐらい、ね、なんかやっぱり、うん、素敵な作品はいろんな形で残り続けるんやなすごい思いますね。書いた時にでも俺初めてストーリー知った、うんうん、あでも私もなんとなくしか知らなかったです、うんうん、だからなんか最初キャラクターの名前覚えるの結構大変だった。ロミオとジュリエットは分かるけどモンタギュッケキャピレットッケどっちがどっちみたいな懐かしい。そうみんな最初そこね結構苦戦してたんですよね、うん、でなんか小説とか見たりとか、うん、これまでのねいろんな作品を見てちょっとずつあなるほど、うん、なるほどみたいな。いやそうやね確かにまず時代背景から勉強みたいなところありましたもんね、うん、してましたね。でもなんか私またこういう別作品やってみたいです。あもともとある作品をなんかまた劇団モナの新たな形、うん、それこそ劇団モナの AI と人間だったりとか、うん、それこそ300年後のお話とかがちょっとプラスアルファになってたりとかするんですけど、うん、なんかそういうのもなんかまたやりたいですね。あみたいな俺なんかレイ・ミゼラブルやりたいなって思って。うわーめちゃくちゃいいじゃないですか、うん、あれはなんかあの僕中田敦彦さんが、はい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 、結構この昔名作とかもこうバーってこう喋ってくれてる動画があんねんけど、うんうん、それで、はい、レ・ミゼラブルみたいんやけど、うん、これちょっと面白そうやなって思って、はい、舞台作品とか自体とかはまだ見たことないんで、実際ね、その喋ってる内容を聞いただけなんで、はいはい、どんな作品になってるのかちょっと見たいなっていうふうに思ってるんですけど、うんうん、はい、やってみたいなと思います。いや、いいですね。まだでも今年の劇団モナの予定しか出てないです。そうですね。もうちょっとでも言ってね、会場を抑えていかないとやっぱりコロナが終わってからもう次々ね、そう劇場界隈も結構すぐ埋まってて、うんうん、なので、まあ、2025年もそろそろ、動き始めたいなっていうふうに思っておりますので、はい、2025年の劇団モナを楽しみにしていただけたらなっていうふうに思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、現状をお伝えできる情報は以上となるんですけれども、はい、まもなく七夕ということで、はい、次回のモナちゃんか今日が3日だからもう10日になっちゃうんですね。あ、なるほど、七夕終わってしまうわけですね。終わってしまうんだ、はい、今年は何をお願いしますか今年は何をお願いしますこれ永遠これびっくりした、また返されると思っていいかったなんやろな、まあ、でもなんか本当にすごくなんだろう、それこそこれまでの歴史とか、うん、いろんなことを思い出したりとか、うん、それこそ6月に出演させていただいた舞台で、うん、なんかテーマがすごくちょっと何でしたっけ、お願い事とかその七夕とかちょっと力でね、ああそうだ、流れ星みたいな感じやったんですけどね、うん、なんかその時になんかその、主催されてる方たちの話を聞いてた時になんかまあこの ABC ホールっていう目標を掲げて今こうやって満席の状態で迎えられて次3年後梅芸に立ちたいっていうのをなんか舞台立ての時に涙ながらにお話しされてるのを見て、うん、なんか自分もすごく初心を思い返したというか、うん、だからなんか本当に今こうやって応援してくださってる皆さんがいることも当たり前じゃないし、なんかそんな皆さんを大切になんか一つ一つもっと夢を叶えていきたいなってみんなとっていうのはなんかすごいなんか強くなりました。なんかその、うんうん、コロナの前って、うん、それこそ ZEP でフェスをやったりとかして、はい、なんかそれこそ、まあ、アーティストとしてもこう夢の舞台にこう立てて、うんうん、いつかはジョーホールでフェスをやろうとか、うん、なんか大きい夢をこう掲げてこう進んできて中で、うん、ちょっとね、コロナとかで、まあ、エンタメ業界こう出鼻をくじかれた感じがあって、はいるタイミングやって、うん、それこそね一緒に仕事させてくれてるソワーズさんもめちゃくちゃその、はいはい、その関西の演劇界でいうと、うん、もうトップクラスにガッて行こうと思った時にコロナがあってっていうところで、うん、なんか一旦みんなこの地に足をつけるじゃないけれど、うん、でも本当に、ね、人間の安心安全が確保されないとやっぱエンタメって、うん、どうしても、ね、後回しにされてしまう
ところなので、はい、でも、ね、人の元気づけるのにエンタメは必要不可欠だなというふうに思っているので、これ結局何が言いたいかだんだん分からなくなったんですけれども、はい、だから結局なんかそのコロナの時とかもやっぱり映画を見たりとか音楽を聞いたりとか、自分自身がエンタメに救われてきた場面がすごいたくさんあったので、なんかその皆さんのね、なんかそちら側になれたらすごく嬉しいですよね、今後も。そうやね、あ、そうそう、あ、で、言いたいこと思いました。そう、あので、今回その本当にその劇団モナのスタートってインディペンデントシアターっていうところから始まって、でもちろん大阪市立芸術創造館もあの過去に、ね、あの何度か公演させていただいたことがあるんですけれども、はい、まあ、そういった感じでやっぱりこの同じようにステップアップして、なんかこう大きい劇場に向かうっていうところもそうですし、やっぱりこの関西の劇団の中で劇団モナって、いいカンパニーだよねっていうふうに言ってもらえるような、なんかそんな劇団を、ね、こう目指していくためのなんかこうステップアップで、またなんか今しっかりこう踏みしめてるような感じがするん で、なんか僕らもこう楽しみながらなんかやってる感じがすごくするんで、はい、はい、皆さんも一緒にこう走っていただけたらなっていうふうに思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。あ、いいですね、はい、また今年振り返りましょうか、12月に。そうですね、あ、ちょっと待って、もうあれか、下半期振り返りみたいな感じの回だったけどね、今日。確かにそうそうそして上半期に向けて、上半期、あ、じゃあ下半期に向けて、あ、違う、もうめちゃくちゃなってるわ、上半期振り返りよね、今日が。上半期振り返りの下半期に向けて、そうやね、そうやね、なんかですね、ですね、ですはい、そう、ありがとうございます。あの、これはでもまだもう、でも未確定でこうイメージしてることだから、はい、あの別に言ってもいいなと思うんですけれどもね、はいはい、あ、まだフェスも再開したいなっていうふうに思ってるんですよ、はい、でももう動くならね、今なんで、あの会場の問題があるんでね、はい、確かに、まあ、あの年内はないです、あの年内はないです、でも来年に向けてね、できたらなというふうに思ってるんで、すごく楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、はい、いつもありがとうございます。はい、はい、それではこんな感じでしょうか。はい、そんな感じですね、はい、ぜひぜひ今月もたくさんのイベントライブが決まっておりますので、はい、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせたらと思います。はい、それではこの動画がいいなと思ったら、はい、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週、またねー。